こんにちは私は広島大学学術院の片柳真理と申します学部は総合科学部国際競争学科、えー、そして大学院の方は人間社会科学研究科の国際平和共生プログラムで教えています、えー、と私の専門はまあ、平和構築論ということで、えー、本日は紛争と平和そして今日さらえぼの経験から学ぶということでお話をしたいと思います 今日のテーマは一つ,つは武力紛争が起こるとどういう状況になるのかということをボスニアヘルツゴビナとといいいう国の例から考えたいと思いますもう一つは目に見えない脅威包囲攻撃という経験をサラエボというこのボスニア・ヘルツゴビナの首都が経験しているんですけれどもこの経験をもとにコロナウイルスの影響下にある今日の状況というものを考えてみたいと思います。 まず少し研究のお話をさせていただきます平和を研究するというのはどういうことなんだろうかというお話ですまず紛争の原因平和を考えるということは紛争を考えなければなりませんそのために紛争の原因というものを考えますそれには歴史的な研究もありますその紛争に至るまでにどういう歴史があるのかそれから現在 今現在どういう状況にあるのか等ですね様々な見方がありますけれども紛争原因を考えるというのが一つの研究ですそして紛争の推移紛争というのは一定ではなくてだんだんあの変わっていきますエスカレートする場合もありますし少し落ち着いてくる場合もありますそういった紛争の推移を追うということでアクター分析どのようなアクターが関わっているのかとかですねそれから この紛争を止めようとする人たちがどういうふうに介入するのか介入方法の研究そのように様々な研究がここでもありますそしてさらに和平の試み争っている集団の間に入ってどうやったらその争いを止めることができるか和平交渉などですねそういう和平の試みがありますさらに一旦例えば和平合意が形成されたとしてもそれが ちちゃんと落ち着いいた方向に向にかかっていくのか平和が定着するのかそれともまた紛争に戻ってしまうのかそこの部分を見るそういった研究もありますそしてさらに平和になったところでこの平和の定着のためにするさまざまな試みそれを私たちは平和構築活動と呼んでいますけれどもそれが一体全体このもともとの紛争原因を排除できるものなのかこれを解決できるものなのか。 とといったこここを検討すすするのも一つのもつ研究です、えー、ここですね平和のための活動は対応ということでその実態この平和のための活動自体の実態を分析してそれがうまくいっていないのであればその問題点を発見してそして改善案を提言すると。でこれについてはさまざまな活動がありますのでその一分野のことを細かく深く分析するものもあれば 分野間でどうやって連携するのかとか、それから平和構築全体のアプローチをどういうのどういうものにするのかといったことを問う場合もあります。ですから、まあ、ま平和紛争の研究といってもさまざまなものがあります。そしてそのすべてはこのより平和な世界を目指してというそういう共通の目的を持っています。で今日はですね、一つの事例をもとに考えない考えたいと思いますので、えー、その事例,事例がこの地域です。 ユーゴスラビア若い方はですねユーゴスラビアという国自体を知らないかもしれません今はもう存在しない国だからですユーゴスラビア社会主義連邦共和国というこの大きな大きな、えー、国がありましたこの地図はですねファーマーインターナショナルという、えー、ボスナボスニアヘルツェゴビナを拠点としている団体が作ったものです非常にまああの独特のというか この地図を見ていただいてもそうだと思うんですけれども非常に分かりやすい紛争というとても複雑なものを分かりやすい形で一般の人たちに紹介しようとするそういう活動をしています。でそれで作られた地図がこれなんですけれどもこのユーゴスラビアという国がですねユーゴスラビア社会主義連邦共和国という国が崩壊するこの国が国でなくなってしまう時に いくつかの紛争がありました。いくつかの武力紛争がありました。で、それがこの地図になっています。で、この国自体、連邦共和国自体,自体は、えー、独特の表現で、えー、表されていました。それがこのこちらに書いたものです。七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家というふうに言われました。 すべ、えー、てを細かく今日はお話ししないんですけれども一つ重要な点がですねこの3つの宗教こちらです3つの宗教は何だったかというと1つはイスラム教そして残りの2つはキリスト教なんですけれどもセルビア正教正教というのは正しい教えと書く正教ですねセルビア正教とカトリックその3つの宗教が実は 鍵鍵にに後ほどお話しまますすが鍵になってきますえそれから2つの文字というのをちょっとお話しておくとこれは1つはラテン文字です皆さんが英語を勉強するときに知っているラテン文字ですねそれからもう一つはあのロシアの文字を考えて頂ければいいんですけれどもキリル文字ですただこの「キリル文字」のアルファベットもロシア語と一緒ではありません。と,とにかく文字としてはその2つがありました。 でこの大きな共和国のモットーと言いますか、兵庫はこの兄弟愛と統一 （Breadth and Unity） と言われていました。ですから、つまりこういうふうに言うということは、宗教の別なく、民族の別なく、みんなが一緒に共同して、えー、国を盛り立て,て盛り立てていくというそういう、えー、まあ、方針の国だったわけです。その国がですね、紛争になりました。 で、この地図というのはまあ、1991年か2001年というここですね。1991年から2001年という11年になりますか。か、えー、非常に長い期間ですので、どういっぺんにこれが起こったわけじゃないんです。バラバラに起こったんですけれども、全体を一緒にするとこういう地図になるということです。で、矢印に色がついています。この色が民族を表しています。で、えっ、ー、と。 ここが青いのがクロアチア人緑がムスリム赤がセルビア人そして、えー、ちょっと黄土色っぽく見えると思うんですけどもこれがその他アルバニア人とかハンガリー人とか、えー、スロベニア人とかですね様々な人がいましたこの状態をちょっとキーワードを書いてみました紛争、最近の武力紛争のことを考えるとこれらはどれにも当てはまる問題ですで、一つは このこの紛争について特に言われたのが民族浄化、エスニックレンシングというものです。これは何かというとあの、ある地域を一つの民族が支配した場合、その支配権を持った場合、力を持った場合ですね。その他の民族をそこから追い出すということをします。そうするとその地域には一つの民族しかいなくなります。これを民族浄化というふうに呼びます。で、それに伴うのは何かというと、他の人を追い出されるわけですから。 強制的に移住しなければならない移住を強制されるという意味で強制移住フォーストマイグレーションと言いますそして追い出された結果国境を越えてしまうこういうところですね国境を越えてしまうとこの人たちは難民となりますレフュージーズと言われる人たちですねで国境を越えない場合ですね元住んでたところ追い出されましたが 国境を越えずに例えばですねこれ,これ一つの国ですのでこの中で北から南に移動しましまたこの人たちは難民ではなく国内避難民ですその人たちを Internally Displaced Persons とか Internally Displaced People と言います,略語がですなぜこの国を私が選んでいるのかと言いますと実はここで私仕事をしたことがあるんですね。 でえー、一つはこの国連スラボニア暫定統治機構という国連の平和維持ですでそこで仕事をした時にこういうものを目撃しました武力紛争が起こると何があるかとなどうなるかというとこういうふうに物理的に、えー、建物が破壊されると住宅も破壊されたり宗教施設も破壊されたり,されたりします。 そしてこれは何かと言いますと、えー、クロアチアのブコバルというところにあるんですけれども水道塔です形も変わってますので非常に有名な建物で、えー、ある意味このブコバルという町が攻撃されたことのシンボルとなっていますで、昨年実は私ここにもう一度行ってみたんですけれどもかなり綺麗に修復されてましたこの建物ですね水道塔ですが一部分は壊されたままの 形を残していますなぜそういうことをするかというとまあ原爆ドームのことを考えてもそうなんですけれども戦争の記憶というものを継承していこうとそういう努力ですそのために一部この壊れたままの部分が残っていますでその後ですね別の国、えー、先ほどの旧イーゴスラビアの中のもう一つの国ですけれどもボスニアヘルツェゴビナという国で 仕事をしましまたこれ,が、えー、とこれがこの上級代表事務所の建物でこちらが現在も上級代表をつ務めていらっしゃる方です。でこの上級代表事務所というのは非常に変わっていましてあのボスにはも,もちろん政府があるんですけれどもその政府のすることに対してそれを監督して、えー、問題があれば強権を発動するというそういう大きい力を持っている 国際機関ですでそこで、まあ、仕事をしまして私は長いことこの国におりましたので、えー、その経験も踏まえてですね今日のお話を続けていきたいと思います。ボスニア紛争です、えー30 以上35以上ぐらいですかねの方はおそらくテレビで何,何かしらこうニュースで見た記憶があるのではないかと思いますけれども若い方はも,うもしかすると知らないかもしれないという紛争です先ほども言いましたユーゴスラビア崩壊の際にあちこちで紛争が起こったんですけれども特にボスニアこのボスニア・ヘルツェゴミナ共和国ですね元のそこで起こった紛争というのは生産でした非常に残酷なことがいろいろ行われました。 なぜそういうことになったかというとまあ、人口構成なんですね。これは1991年の国勢調査に基づいています。つまり、戦争が起こる前の、えー、調査です。で、これを見,見ますと、先ほどの3つの宗教が出てきます。ムスリムですね。イスラム教徒セルビア人はセルビア正教を信仰します。クロアチア人がカトリックを信仰します。そして。 ユーゴスラビア人って誰かって言いますとこの人たちはこれあのこの調査っていうのは自分で自分が何者か自分のアイデンティティは何かということをあの宣言することになってますので自分はこの3つのどれでもないと自分はユーゴスラビアというあの大きな連邦共和国の国民なんだというふうに言った人が5.6%いたということです。 でその他はその他の民族がいましたのでそちらになります。でこの数字を見ていただきますと確かにムスリムが一番多いです43.5ですね一番多いですけれども次が31.2ということで圧倒的に多くはないということですつまり圧倒的に力があるわけではないのでもしこれが例えば80とかですね となりますと圧倒的力を持って少数民族は抑え込まれるかもしれないけれどもこういうふうにある意味力が均衡しているとそういうふうに抑え込むということにはならなかったということです。でむしろ実はですねセルビア先ほどのユーゴスラビアの中央がそのユーゴスラビアの首都がベオグラードというセルビアの首都なんですけれどもそのセルビア人が力をだん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 強くしていっていた。 時期でしたですからこれ数字的には小さいですけれども、えー、セルビア共和国側から支援を受ければそちらの力の方が大きくなるまたクロアチア人もクロアチア共和国から支援を受ければ彼らの力が強くなるということになります、えー、もう一つここでお話しておきたいのはこ,れこちらは宗教ですねムスリム明らかに宗教なんですがこちらの2つの民族は宗教ではないではないかと 実は私学会発表をスイスでやった時にまさにその質問されたんですけれどもななぜぜあたたは民族とと宗教を混ぜるのかと聞か聞れましたでこれは実はその民族の分け方どうやって分けるのか見分けるのかといったら宗教なんですねそうでないと実を言うとこの,このまあ長いユーゴスラビアの歴史の中で、えー、民族を超えた結婚もたくさんありましたので 本当に純粋に誰がセルビア人で誰がグロアチア人かとそんなことを言うのはとても難しいんですねで見て見ても分かりませんこの人がムスリムとかこの人がセルビア人とか分かりませんのでただちょっと比較的分かりやすいのは名前なんです苗字で分かりやすいんですけれどもまいずれにしましてもこの人たちずっと一緒に共生してきたと共に生きてきたけれどもそれが紛争になってしまったということなんです でこちらはですね先ほどの上級代表事務所が作った地図なんですが1991年と98年の人口分布を比べていますで、またこの色分けになってまして青がクロアチア人緑がボスニアクってここに書いてあるのがムスリムの人たちあのボス地元ではボスニアクというふうに呼ばれてるんですねでセルビア人が赤で黄色がボスニア人とクロアチア人が混ざって ボスニアクとクロアチア人が混ざっている地域ということになりますちょっと分かりにくいパッと見て分かりにくいかもしれないんですけれども色が固まってきてるのはお分かりになるかと思いますつまり例えばこの辺はもう赤になってしまうんですね今のボスニアヘッツゴビナというのは2つのエンティティにと1つの特別区に分かれていますですからここで大きなこの白い線ですね白い線をたどっていただくとこれがエンティティ境界線になります そうすると緑はここに固まっているし青はここに固まって、まあ緑はこの二つですね固まって、赤はこっち側に固まっているというのがわかると思います。これが先ほどお話した強制移住民族浄化の結果です。ただしですねこれ1998年の地図で2000年頃から期間 リターン期間って言いますけれどもその難民とか国内避難民になった人たちが自分が元住んでいたところに帰り始めましたですので今はまたちょっと違う状況なんですがまお、あ、むねこの別れ方というのは残ってしまったということになりますなぜかというと帰る人もいれば帰らない人もいるからですまたちょっとズームしましてユーゴスラビアからボスニアの話になりましたそしてボスニアから今サラエボの話に えー、ズームしたいと思いますこれが先ほどのサラエボ首都の地図になりますで、ちょっと分かりにくいでしょうかでもこれですねサラエボというのは盆地にある町ですで、えー、山に囲まれてまあ、小高い山に囲まれてるんですねここ全部戦車があるのわかるでしょうか要するに盆地の町が戦車で囲まれてしまった 山の上から狙われていいいるというそういうそ状態です。で、この地図を作ったのはまたファーマインターナショナルなんですけれどもこの地図を作ったのがなんと紛争中ですで紛争中にですね実はこの、えー、非常に中心的な通りに本屋さんがあるんですけれどもその本屋さんのウィンドウにこの地図が貼られました。そそうしたらここに人だかりができてての地図を見て ああ自分たちはこういう状況なのかってみんなが理解したというそういう地図なんです。でこの赤いですねマークこのマークは爆撃がされた爆撃された場所になります。でこの地図の中で一つ覚えておいていただきたいのが、えー、この大きなまっすぐの通りです。ここですねこれがスナイパー通りと呼ばれます。 つまりこの山の上にいるスナイパーがこの通りにいる人たちを向かって撃つと射撃するというそこでスナイパー通りと呼ばれます。それからここに空空港港がありますサライボの空港ですねでちょっとこれでは見にくいかもしれないんですがここですねここに黒い穴があるのが分かるでしょうか。これがトンネルの抜けた跡。 つまりこの下にトンネルがありますそこを通じてまあ、こういうふうに包囲されてしまったわけですから包囲攻撃といいますけれども包囲されてしまったわけですから人も物も移動ができないとそこでこのトンネルを掘ってですねそこから人道援助などを入れたというそういう、えー、歴史がありますこれが先ほどのスナイパー通りですこの写真を見ていただくとまあ、非常に幅広い通りですので これれを一人人の人間が渡っていればもう明らかなんですね上から見てる人たちには明らかで,で実は先ほどのちょっと戻りますが地図で私は実際にですねこ,のこちらの方の丘の上に登ったことがあってそれで見た時にああなるほどと思いましたこんなに簡単に街の様子が見えるとしたら今の武器の性能をもってすればもう本当に人を狙うことが ととても簡単なんだというのがよく分かりましたで。ですからスナイパーたちはですねここを通っている人たちを狙ってその人が男なのか女なのか大人なのか子供なのかお年寄りなのか若者なのかそういうことを全部分かった上で撃っていたわけです。で、えーまあ、これは国連の車ですね。国連軍があの駐留してましたので国連の車です。 これが先ほどのトンネルです。で、えー、このなんか <laughs> とても簡易な感じですけれども、これがトンネルの入り口というか出口ですね。で、えー、これがトンネルの中です。これはあのボスニアの人たちってかなり背の高い人が多いんですけれども、ですから立って普通に歩けるような高さではありません。もう一つですね、これサライボのバラと言います。 えー、爆撃の,あの赤いマークがたくさんありましたけれどもああいうふうに爆撃されたところにはあの地面面のの道路の表面に傷がつきますそこにサライボの人たちは赤いペンキを塗ってですね、えー、そうするとまあものによって本当に花のようにバラの花のように見えることがあるんですけれども、えー、そうですねサライボロージズと言われるんですけれども、えー、こうしてやはり戦争の記憶を継承していこうということをしています。 でえー、じゃあそういう中にいた人たちの暮らしはどうだったかというとこういうふうになります、えー、サライボというのはとても寒い冬寒いところなんですねあのー、やっぱり一定年齢以上の方はご記憶かもしれませんけれども冬のオリンピックがあった町ですですからまあ冬になると雪が降るとこの写真の雪は大したことはなくてもっともっとたくさん雪が降ることがありますで、そうした中でも人々はまあ、あの爆撃によって水道管も壊されてしまったりしますので水を汲みに行きます でよく言ったのがビール工場ですねビール工場ので水をもらううといったようなことをしましまたで、えー、この次にご紹介しますけれども「The Art of Survival」っていうそういう本がありましてその中の水汲みの話ですこの写真とこのあ文章は一致してないんですけれども、まあ、同じようなことを言っているんですが水を手に入れるために何枚でも行かなければいけないので200リットルの水を運べる手押し車を作ったと。でこ,のこういういい車はでですねみんな物がながので 自分たたちで何とかしして作りましたそれが毎日必要な量だったつまり200リットル必要だったとそれを列に並んでもらえるのを待つのに12時間もかかったとでしかもそれを毎日やらなければいけなかったということです。で今の「The Art of Survivor」ですねこれなんですけれども実は日本語版がありますこの「サライボ旅行案内」というのがありまして、えー 作家の池澤夏樹さんがですねこういうふうに言われています事態が悪くなればなるほどユーモアの生産量は増すこれが人間の英知であり想像力であり文化の本当の底力というものだということで実はこのサラエボの街というのはまあ文化的な街でですね非常にいろんな文化的行事もある場所ですあの紛争の最中にもコンサートとか演劇とかそういったものを続けて、えー、人々の心をまあ守ったというふうに言われています でその中から少ししだけご紹介します。す、えー、ゼラニウムですね。タイトルがついて短いあの文章がついてるんですけれども「私の野菜とゼ,ロゼラニウムと水を分け合った」これは水が貴重です先ほども話したように水が貴重なんですけれどもそんな中で野菜自分が育ててる野菜とかゼラニウムとかそういったものは「私の」っていうふうにつくぐらい、まあ、とても自分の心にとって近しいものであるとだからこそ水を分け合うというものです。 そして、青というのは私は一度も笛を言わなかったけれど、方位の3年目にどうしても海を見たいと感じた。全てが青に見えた。私を慰めるために友達で画家の江戸が青を描いてくれたとで、これはですね。あのサライボっていうのは内陸なので海はありません。ですが、あのボスヘスコビナの人たちはまあ、元々は一つの国であったところのクロアチアのアドリア海の海岸ですね。によく夏は遊びに行くので、その海の。 えー、海に対する思いっていとうのがとても強いんで,すでまあ3年3年目ですからそこまでは多分何とかもう必死で生きてたんだと思うんですけどもう3年も経った頃にどうしてもあの海を見たいと思ったというそういう心を表現しています。それからシエスタですねこれはやはりコンサートなので先ほども言った演劇とかコンサートが戦争中も続いていたということで私たちはコンサートに行った。 そのコンサートの間に爆発があったんですね。それでも一度も演奏が中断されることはなかった。で、やまない演奏は万行残忍さへの挑戦だった。そういうあのそういう風に演奏者が言ったわけじゃないんですよね。でもこの聞いていた人はそういう風うに感じた。音楽家たちは爆弾の音を聞いても演奏をやめない。それはつまり今私たちがあなんていうんですかね閉鎖された状態にある。 爆撃され、えー、いろんなものを壊され閉じこもらなければいけない状況にあるそういった蛮行に対して残忍さに対して挑戦するのが音楽を続けることであるというそういうものです。で、えー、とそのこれ以外の説明はないんですがその後私は家で長い休息を取ったっていうのは私が想像するには、まあ、常に緊張状態にあるわけですね。でそこでコンサートに行ってて音楽を聞いて 日常に戻るその音楽を聴くこともできた日常に戻りそして、えー、満たされるその後にやっと長い休息を取れるというそういうことかなというふうに想像します。で編み物私は暗闇の中で編み物をする皆さん編み物は暗闇でしないと思いますそれをあえて暗闇でするそうすれば戦争のことを考えないからとアート・オブ・サバイバルの中にはいろんなこといろんな趣味のことをする話が出てくるんですけれどもみんなその 現実の戦争というもの自分たちが爆撃され包囲されているというそういう状態から逃れるために自分の心を正常に保つためにいろんなことを家の中でしますで、また少しだけ最後に研究に戻りますこうした研究ですね平和構築の話を最初の方にしましたけれども 平和構築の中にユーモアの研究というのがありますで、これはあまり知られていないと思うのでちょっとお話したいと思いますこのクレイグ・ゼリザーという方がですねこのユーモアの研究をされていてその人が書いたものをベースに私なりに表現を変えてみましたで、この人が考えているユーモアの効果というものです一つは紛争の状況を問い直す つまり紛争日本の戦争の第二次世界大戦を考えてもいいと思うんですけれども戦争の時というのは一つの方向向にに物事を考えるるよううみんんなが仕向けられると思うんですね非常に圧力を感じこういうふうに考えなきゃいけないとあれは敵だと考えなきゃいけないこれをやるのが人を殺すのが正しいと考えなきゃいけないそういうものを問い直す時にユーモアが役に立つというのが一つです。 もう一つが集団の間に分断を作り出す。ユーモアを使って敵と見なしている人たちをあざけるそういったことですねそうするとこれは決して平和構築に役立つわけではないのでまあ逆の効果否定的な効果なんですけれどもそういうことも効果もユーモアにはある。それから関係づくりユーモアで一緒に笑い合うことによって関係が作られるまた社会的抗議ですね。 社会的抗議といううものをどうやる例えば戦争反対というものをどういうふうにするかという時にもちろん声を張り上げてプラカードを持って歩くというのも一つの表現方法ですがユーモアを使って例えばそうですねジョークの中にそれを入れてそれを普及させるというか広めるということによって社会的抗議を表すということもあります。これが一つののユーモアの在り方 最後にヒーリングなんですけれどもやはり私たち笑うということがとても大事でしかもユーモアを持てるというのは、まあ、人の心を正常なな状態にに保つためにとても大事なんですねで。戦争の時にはこれもまあ平和構築の中で一つの重要な研究分野ですけれども人々の心をどうやって治していくのか傷ついた心をどうやって治していくのかというそういうヒーリングが大事です。そそのその。 治す一つの方法としてユーモアがあるんだというのがこの研究の言っているところです。でもうもう最後の方なんですけれども先ほどから言っていましたあのファーマーですねファーマーメソドロジーとか最近はメソドロジーという団体で活動したりしてるんですけれどもその団体を率いている諏訪田カピッチさんという実は私の非常に親しい友人なんですがこの方がですねコロナと そのさらえもの経験というものをつないだ手紙を書きましてそしてその手紙が何かというと先ほどの The Art of Survival ですね The Art of Survival をインターネット上に無料で公開しますということをしましたで、その公開するこの The Art of Survival これ自体が私の激励の手紙ですっていうそういうメッセージなんですけれども、えー、そのその公開する時の 穴えっ、ー、と通知お知らせですね。お知らせの手紙の一部がこれになります。私の友人たちはコロナウイルスに攻撃されている今、私がサバイバルのための解決方法を知っていると思っています。1992年から1996年の長期に状態化した危険に対して解決方法を満たしていたからです。先ほどいくつか例をご紹介しました。けれども、まあ、サラエボの？ 閉鎖された中で人々がどうやって生き延びたかサバイバルしたかと、えー、そういうことを考えますともうその知恵をこのサ,バイ、えー、サライブの人たちは持っているというそういうことなんですで私の友人たちは私が恐怖を乗り越える方法を知っていると思っています新しい日常の原規則規則を受け入れる今私たちを助けてくれる方法ということで、えー、その都市包囲ですね包囲攻撃 のの際に人々がどうやってその恐怖を乗り越えたかということは今の状況今コロナウイルスの状況ですね影響下にある状況で役に立つというふうに考えるわけです。でそのこの「The Art of Survival」にいろんなことを書かれてますけれどもそれらのルールの中に皆さん間違いなく2020年のこの状況においても勇気づけ勝利を確実にする本物の生きる可能性を見出すでしょう。 9296世代これは92年から96年に、えー、サライボの包囲を経験した世代ということなんですけれども実は95年に和平合意が成立していますでもやはり彼女たちの心の中では96なんだなっていうのが私の思いなんです受け止め方なんですけれども。95年の終わりに 和平合意が結ばれてもその後どうなるかっていうのをみんなわからなかったわけですね本当に和平になるのかまた戦争になるのかわからないという状況だったから96年まではやっぱり合意攻撃されてるというそういう思いだったんだろうと思いますで、その96世代は異常かつ未曾有な状況も心の健康を守り人間として生き,生き続けながら乗り越えられるという生きた証なのですというのが彼女のメッセージです で、えー、本日私が、まあ、あの皆さんと共有したかったそしてこれから是非、えー、この思いを共有できないかと思うのがこの3つですまず紛争の経験に学びたいと人々が大変な思いをした、えー、そうした紛争の経験に学びましょうということと紛争地の人々に思いを馳せると今の状況は普通の国でも大変ですけれども。 紛争地の人々はもっと大変な思いをしていると思いますつまり戦争による影響とコロナによる影響と両方を一遍に受けてるわけですねそういった人たちのことを、えー、考えましょうしかも今の状況だとおそらく平和な平和ボケとか言われますけれども平和な時代に生まれた人たちにも想像がしやすい紛争地の人々は一体どういう環境にあるのかというのは想像しやすいと思いますのでぜひ紛争地の人々のことを考えましょうとそれからですね えー、このコロナのせいで、まあ、グローバリゼーションに歯止めがかかるとこれからもっと国々は閉鎖的になっていくだろうというふうなことが言われていますけれどもこうした状況にあっても、まあ、私たちはつながる方法をいろいろ持っているわけですねで先ほどのスワダ・カビッチさんが言ってるのも92年から96年の時代と今は違うとだから今の時代ではいろんな人がいろんなメッセージを発信して、えー、つながっているということを指摘されています。 えー、ということでまあこれからの国際的なつながりを考えていきましょうもしかすると今まで、えー、コロナ前の時のような交流はできないかもしれないけれどもそうではない、えー、つながりはできるそして、えー、協力を続けていくことはできるということだと思います本日はありがとうございました